カーナッシャーフェアウェイやや右サイドぐらいかね、はい、とブラッティのセカンドショットですね。ちなみにセカンドがですねこの、はい、見えるバンカーの上なんで結構左にグリーンあるみたいですね。はい、で距離が何やったっけ、200だっけ、200の200の200の4鉄、はい、お願いします。遠い右だけど、まあ問題なし。うん。安牌安牌。今からピンクマンのセカンドショットですね、パー5。190ヤード、6番でいきます。196番、ちょっと行きってますね。最近当てるって言うんやけどね。ウケる。あ、ちょっと振った。ちょっと右？バンカーだね、音的に。はい、ピンクマンの3打目ですね。グリーン手前バンカーから。あるね。マンダフで弱かったね。これはどうパターを決めるかですね。ピンクマンのバーディーパットですね。カップがこれね、若干上りで手前のが青くのが俺のボールです。なんか切れそう、ここやばいねえ。どうしよう、スロープレイ。意外と切れそうな感じ。弱い。ああ、ちょっと痛いね、このバーディーパット外すのが。結構早い。早いって結構。傾斜してんね。じゃあ、僕のバーディーパットでいいっす。はい、じゃあ、トモ君のバーディーパットですね。今、僕のが相当右の方に落ちていったので、結構見た目以上に切れるっぽいですね。なんで結構左狙う感じ？結構になったけど、あ、まあまあまあ、ナイスパー。オッケー。これがパーパットですね。上りきついかな、さっきの傾斜だから。ちょっ
っと右外れた。オッケー。はい、はい、最終ホールにやってまいりました。最後はですね、なんとパー3で220ヤードあるショットになりますね。結構長めで、ちょっと上げてるかもしれないと思いますけど、210ヤードぐらい打てばグリーンには乗るかなと思いますのでね。何ですよ。ユニ、はい、ユニで行きます。結構ミスったね。左。結構左。これ楽だわ、スイング取れて。本当に続け取りしてんの、うん。途中で切るからいいや。もう無理よ。借りちゃう。ここ4番でいきます。ここからバスで左から乗るはずなんだよ。はい、ともくんのアプローチですね。結構左行っちゃったね。ちょっとね、60度。というか、うん、でもナイスナイス、オッケー。これがピンクマンのバーディーパットっすね。しょ、かわしい。はい、パパトです。だって入るしな、もう。飲まい。OK。